本シリーズの大活躍に脚光を浴びています6号艇の遠藤。暫定首位というポイント、さあ首位キープなるかどうかで6コースです。1番3番5番2番4番6番でスタートしていきました。内から4艇が揃って1周1マーク、まずは1号艇の新田が運ぶ、角からの2号艇山田はまくり、続いて3番4番差し、後に続く6番5番のターンとなりましたが、先行体制は現在2号艇の山田哲也、そして追走に1号艇の新田裕志、3番手は4号艇の西山に6号艇の遠藤、インコース迫った2マークです。スタートは絶対正常、2番1番競ったところを抜けてきたのは4号艇の西山となりました。主導権を握ったのは4号艇の西山です。その後に6号艇の遠藤が上がりました。3番手が1号艇新田となって、レースは2周目第1ターンマークを迎えていきます。さあ6番の外に開いた1号艇、この位置に運んできたのは2号艇と3艇もつれ合ってきた1マークでしたが、接戦する2番手は現在6号艇の遠藤、外に1号艇に行ったとなっています。前半差して1着6号艇中島です。スタートしていきました。枠なり3対3はうちの艇が揃って先行、1周第1ターンマーク、インコースから1号艇の池田が運ぶ、3号艇の前本が握っていきました。差した2号艇の遠藤ですが、前に出たのは1号艇の池田浩二、追走2号艇の遠藤、その後は4号艇の村松と3号艇の前本並んで遠藤を挟む勢いで1周2マークです。スタートは前提正常でした。先頭で1号艇の池田2マークを返しました。2番4番ほぼ同体でしたが、2号艇の遠藤が先行。